はい、どうもジョンシェイ、バンプです。はい。ヴァンパイアサバイバーズ今日やっていきたいんですけども、はい、買って2日目。はい、僕がね、ただただ一面をね、全くよく知らないヴァンパイアサバイバーズをね、解説しながら、一面をクリアしていこうと思います。ただそれだけの動画なんで、まあね、なんか言ってらーみたいな感じでね、みんな聞いといてください。はいよー、じゃあね、僕のね、大好きでね、イメルダさんでいきたいと思います。はい。ほぼね、初見でね、ここら辺クリアしてるんで、ちょっと頑張っていこうかなと思います。でね、ハイパーをやろうか迷うんだけど、もう普通の方でやっていきたいと思います。それではね、狂乱の森へ、レッツゴー！ということでね、まず私のね、イメルダさんの力を見せてやろうということで、まあね、私が解説していきますね。初心者なりのね、初心者のね、こうやってやればね、いけるぜっていうことをね、見せていこうかなと思います。でね、これ今回ね、ノーカットでね、動画を送ろうと思うんで、まあ、ぜひぜひ見ていってください。でね、俺、アイテム出てきました。まず何を手に入れるかと言いますとね、はい。まあ、やったことないナイフでもね、今回あげていこうかなと思います。で、このゲームで、まあ、強いと思ってるのは、雷だね。雷最高だと思ってるから。で、ナイフはね、俺、今んとこね、強いと思ってない。だって、当たんないもん、ナイフ。見て、これ、まっすぐ前にしか飛ばないんだよ。もう、これ、当たるっけねえよ、お前。ほんまに。まあ、かっこよく決めていこうかな。まあ、初心者でも、こんな感じで解説します。はい、はい、最強出ました。ニンニクですね、これ。はい。みんなね、初めてでね、一面がクリアできないよって言ったらね、みんなニンニクを取りましょう。はい。多分強い。感じですね。え、ニンニク最強なんで、近くにね、寄せ付かないっていう能力があって、はい、こんなね、こんなクソみたいなコウモリ、やっちゃうんよ。ね、こんな感じでね。で、できるだけ経験値はね、手に入れるようにした方がいいらしい。俺のね、なんか経験上、ちょっとそっちの方がね、簡単にね、クリアできるかなと思っております。はい。取ったね、っていうく。このね、調子でずっと喋ってたら、俺のね、もう喉がね、乾きまくって死んじゃいそうなんだけど、頑張っていくよ。で、ゾンビがね、この辺うろちょろしてきたんだけど、まあ、無視していこうかなと思います。でね、ヴァンパイアサバイバーズをね、まだね、やったことないよってね、この動画初めて見るよって方はね、ぜひぜひちょっとね、この動画見て面白いなと思ったらやってみてください。今ね、スチームにて300円で、売ってるんで、ぜひね、ダウンロードしてね、やってみてください。ね、これただただ逃げるだけのゲームです。はい、ほうれん草を決めした。複写の輪が来たんですけども、これは無視です。ほうれん草の輪がいい。よっしゃ、オッケー。それではね、見ていきます。これね、まあ、みんなね、この動画を見てね、始める人がね、増えると嬉しいなと思います。前ね、動画じゃなくて、ライブやっててね、面白そうだから入れましたっていう人がいたんで、もうね、そういう人がね、ぜひぜひ増えていただければと思います。あよー。あ、疲れた。疲れたよ。で、こんな感じでね、まあ、トレインをしながら、まあ、昔のね、BO2 でいうね、トレインですね、ゾンビモードのトレインが得意な方だったらね、このゲームはもうすぐクリアできると思います。で、一応ね、このゲームね、3面まであるらしくて、僕ね、前3面ね、初見プレイで、29分36秒まで行きました。はい。って感じでね、まあ、ある程度運が良ければ生き残っていくゲームでございます。で、コウモリはね、大体ニンニクを手に入れれば OK。ね、王冠はね、なんか、手に入れた方がいいんじゃねと思ってます。はい。で、大群たちも、まあ、何のそのって感じでやっていければます。押さんといて！そういう感じですね。これね、押されるんで、要注意してください。コウモリたちのうざいところは、押してくるとこだね。で、何が増えるかと言いますとね、これはよくわかんないな。武器のクールダウンを上げときましょうかと思うんですけど、上げときます。はい。まあ、コウモリはね、ニンニクさえ取れれば、もう弱いんで、もうパッ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 、いっちゃいましょう。はい。コウモリはもうぶつかりに行って大丈夫。って感じ。でね、青く枠が光ってる敵がボスらしいんだけど、いつの間にかボスが死にました。はい。そのぐらい弱いんで、もう初めの方のボスはね、何も気にしなくていいと思います。はい。王冠ゲット。王冠をどんどん手に入れて、レベルを上げていきます。ゴリ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 と。で、ちなみになんですけど、これのね、クリアがね、30分過ぎるとクリアらしくて、で、30分出てくる死神は、なんとかすれば倒せるらしいです。はい。OK。まあ、ここまでは簡単。はじめね、初心者の方は大体ね、13分ぐらいで詰まるのよ。俺もずっと待ってたから、13分で。で、なんか知らんけどね、13分超えてかな。なんかね、スケルトンの通勤ラッシュが来るのよ、13分ぐらいから。それをね、超えたらもう楽よ。あとはお化けのね、ゴリ押しタイムが来て、範囲攻撃をね、持っとかないと、そこら辺、痛いな。範囲攻撃を持ってないと、そこら辺ちょっときつくなってくるんですけど、ちょっと待って、俺、火力足りないな、ちょっと。で、こういうね、街灯を取るとね、取るとっていうか壊すと、アイテムだったり、回復だったり出てくるんで、体力なくなってきたなと思ったら、松明があるとこに向かえばなんとかなります。それではね、魔法の杖。
上げていきます。基本的にね、火力がなくなるとね、このゲームもう逃げてもね、逃げれない、処理できなくなるんで負けるんですよ。だから火力を上げていった方がいいかなと思ってます。はい、初心者なりに。で、上級者の人がね、こいつ何言ってんだろうと思ったら、そういうことですね。適当に喋ってるんで、あまり上手い人は参考にしない方がいいかもしれないですね。はい、初心者が勝手に喋ってるだけです。おい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 、ちょっと待って、処理できてないよこれ。これね、画面上に敵が埋まってるってことは火力不足って思ってください。はい、ニンニク。オッケー。比較的ニンニクを取っていくとね、あんな感じで、待って、幽霊ワンパンじゃないんか。ちょっとこれまずいな。これちょっとまずいな。これも、ちょ、まずいな。これちょっと、あれ今回ちょっと、構成まずいんちゃうお前。お願い。で、ニンニク取ってるときはなんかね、こんな風にね、前行ったり後ろ行ったりのね、連打攻撃をすれば、なんとか。危なかった。危なかった。ちょっとね、火力上げていきます。そろそろちょっと、あれ待ってくれ。まだ5分経ってないけど、ちょっとまずいぞ。ちょっとまずい感じがするんで、気合い入れていきます。あれこれクリアできるか今回これ。レベル1だけど、クリアできるかわかんない。雷がなかなか出てこないんだよな。あ、雷の指輪、これ最強なんすわ。これを最後まで上げることによって、もうね、このステージはクリアしても過言ではないっていうね。雷を取れば勝ちって感じですね。で、できる限りニンニクと雷がね、重要になってくるんで、はい、魔法の杖、1個増やしとこう。で、副射の指輪ね、初め取っとけばよかったなと思って、ボスはなかなか死なんないな、青いやつ。OK? 翼か、翼いらないか。OK。で、カマキリくん出てきたんだけど、カマキリくんはなんかそんな強くないらしいんで、もう放置で大丈夫です。はい。お、赤いドン。いいね。で、このチューリップくんさ、マジ初めの時な、おめえ邪魔だよと思ったけど、押しても全然ダメージないんで、みんなね、ご利用しても大丈夫です。はい。こんな感じでね、何回もご利用してもあんまりダメージ入んないんで、はい、大丈夫です。マジで、これ知ってるかね、知ってないかでね、全然ね、戦闘率変わってくると思うんで、はい。で、いつの間にか消えるっていうね、チューリップが消える、条件はわかんないんですけどね、勝手に消えてくれます。時間が経てば。で、このカマキリ、マジ。ちょっと、ちょ、で、ナイフミスったな、これ。ナイフミスったわ。これナイフ、俺、そんな、やっぱ強くないのかな？俺そんな好きじゃないな。当たらんもん。だいたいこのゲーム逃げるからさ、当たらねえんだもん。もう、ちょっとミスったな。これ、いらんもんに売ってる。あ、オッケー、雷出た。雷はね、画面上にいるやつ、適当にね、ダメージ与えてくれるから、それがありがたいところ。はいよ。はいよ。はいよ。ゾンビ。ね、ニンニクもうちょっと上げていきたいね。スケルトンの通勤ダッシュまでにはニンニクを上げときたい。オッケー。で、このね、緑のババア地味に硬いから、こいつ、マジ。ちょっとまずいな、これまずいな。まずいな、これ、ちょ、思っております。こんなに溜まってきてるのは、火力不足。これ、ちょっと今回舐めすぎた。レベル、ステージ1だからっていうのが舐めすぎた。あ、ちなみに俺ステージ1一回しかクリアしたことないっす。はい。6分間これ喋り続けんのか、俺。バカらしい。やめてくれ。やめて。もう、やめて。はい。ちょっと待って。一直線、オッケー！でね、ボスとか倒すと、赤いね、ルーンの経験値だったり、宝箱落とすから、要注意なんだけど、敵が多すぎて、宝箱絶対に取れにいけないんで、ちょっと。ちょっとだけ引き寄せましょうか。おい、また来たよ、ボス。ボスもどき。ちょっとまずいな。これちょっと処理しきれてないな。いや、来た、押すなって。オッケー。ろうそく入れていきましょう。で、だいたい宝箱から何が出るんだろう。なんかね、レアとエピックと、ちなみになんかこれね、エスケープボタンを押すと飛ばすことができるらしいです。はい、ニンニクやっちょー。はい。さあ、あー、来た。あれ、通勤なしね、マジ気をつけて。押してくるから。このゲームさ、なんか、これ、めっちゃ押してくる。押してくるやつ、それずるいのよ。あれ、ほんとに気をつけてね。火力ないと一瞬で詰むから。押し出し、勝利。いや、これまずいわ。これなんか俺、死ぬ予感がしてきた。処理しきれてないもん。やばい、これ、まあ、いや、どうせ、これ処理しきれてない。ちょっときついぞ、これ。これ、クリア、ま、ちょっとできるかクリアできるのがちょっと怪しくなってきたが、痛いけど回復を取っていく。ゴリゴリ押していくぜ。ほうれん草で火力を上げつつ、
で、ほうれん草は本当に取った方がいい。ちょっと喋る余裕なくなってきたかも。ちょっとまずい、まずい、まずい、まずい。かなりまずい。OK、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 ゾンビ、おっしゃ、おめえら。ね、あのコンボで正面からね、誰もいない時に来てくれるとありがたい。あ、ゴルバット来た。このゴルバットマジね、HP 高いんだよね。それマジ要注意っすわ。十字架。ね、マップ1はね、この十字架、結構強い。十字架ってね、ノックバック能力があって、近寄ってきたやつノックバックすんだよ。はい、こんな感じで。あんまわかんないけど、ノックバックすんだよ。だからそこが強い点だね。近寄ってきたやつを、あんた近寄らんといてって感じでね、押し込むことができるんで、結構、重宝されるね。マップ1とマップ2はね。で、マップ3はね、ゴーレムいるから、ね、マップいるから大丈夫って感じなんですけども。おいおい、おい、ちょっと待ってくれ。多分13分までは余裕なんですよ。13分までの壁をどう越えるかなんだよな。オッケーオッケーオッケー。魔法の、ほうれん草上げていくか、雷投げていくか、これまずいな。ほうれん草上げるか、全体ダメージやっぱ上げていく方がいいんじゃないかなと思い。で、雷ももうそろそろ上げとかんと、ちょっとまずい状況に陥ってくるわ、これ。これちょ、いろんなとこに振りすぎたな。これ、ちょっとまずいかもしれん。これガチでまずいかもしれん。やめ、やめ、やめ、やめ。あのコウモリマジやめ。よし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 、いける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 。いやいやいけるいけるいける。通る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 。はい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 。はいはいはい。おー、いよいよいよ。はいよいよ。ゴルバットを冷静に処理しつつ、おかげ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 、いっぱいあるときに買っていく。でね、肉は、回復マックスの時はね、もう分かると思うけど、残しといた方がいいからね。いざという時に取りに行けるように、そろそろ処理しとかんと、これまずいぜ。全然処理できない。ちょい。もう、少しはレベルアップしたいんやけど、ボスが明るいの落としてくれねえとレベルアップしねえんだわ、ほんま。かなり運ゲーってとこもあるから、ちょっと、やめて。きちーきちー、あ、カマキリくんも来た。いった。これまずいな。やーばばばい。はいはい。もう押していきます。ゴリ押していきます。で、これ一定方向にずっとね、逃げ続けたら、マップ永遠に続くんで、逃げれるんですけど、ある程度は。でも経験値拾っていかないと、詰むんすわ。だからね、経験値を定期的に拾っていくっていうのが、もう大事な点であります。チキン届くか。はいはいはい。チューリップマジ邪魔くせえな。早く切り合えのにと思ったけど、10分のチューリップマジ消えねえんだよな。ちょっと壊してよ、これ。まずいな、これ。火力不足だわ。これ、大火力不足。ちょっと。大火力。これ来たわ、これ。これ見て。右のね、十字架マークあるじゃん。これ十字架ね、画面に見えてる時全員消えるらしい。いくよ。3、2、1で取りに行こうかな。あいよーライよしこの宝箱のね、デンデンデンでね、気持ちいいよね。宝箱の音も。はい。終了。はいはい、OK。はい、十字架取っていく。で、今ね、敵を一掃できたところで、宝箱発見していく。で、スキップしていきます。はい、十字架。ナイス。これ十字架がマックスまで行くと、おいおい、通勤ラッシュだ。これが通勤ラッシュですね。11分超えたら通勤ラッシュが来る。はい。おー、来た、エピック引いた。いいね。これなんかね、たまにね、運がいいと3つだったり、もっと運がいいと5つね、もらえたりするんで、もっと運任せですね、これは。はい、ニンニクと光のなんとかと十字架ね。OK。これでね、クリアに近づいたと思います。はい、はい、はい、はい。で、通勤ラッシュは超えれそうかな。はい、はい、来た、ゴリ押し。ゴリ押しくん。で、通勤ラッシュ、どうしようかな。魔法の杖あげとくか。ちょっと、魔法の杖強いのかな、そんな分かってねえんだけど。まあ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 、このおじいちゃん、俺の大好きおじいちゃんの、能力なんで、まあ強いことでしょう。斧ちゃんか、斧も強いのよ。これ斧はね、強いんで、美少年も強いんだけど、まあ斧にやろうかな。今回斧もね、ちょっと使っていこうかな。うわお、びっくり、てらーんって。はい。斧で、このね、通勤ラッシュが来た時は、もう本当に、あ、副車来た、オッケー。副車はね、本当取った方がいい。一番最初にね、取っときゃよかったんだけどね。で、この骸骨くんがいるときは本当に通勤ラッシュ中はやった方がいいから。絶対潰しに行った方がいい、これ。もう当たりに行ってもいいから、もうガツガツ経験値もらいに行こう。で、今のうちに本当取っとかないと、まずい、オッケー、ニンニク。およ。そう、今のうちにちょっとニンニクパワー上げとかんと、あとあとね、幽霊が来んのよ。その幽霊の大行列がね、免れねえんだよな。はいはい、十字架。
はいはい、押していく押していくよ。もうぶっ潰していくよ、こいつらを。俺の糧となれ、俺の糧となれ。よっしゃ、ニンニク上げていくよ。ニンニクがもうね、マックスまで行くんじゃないか。ニンニクマックスまで行くと、なんだったっけ、気持ち悪いあれになる。あの、魂のなんとかみたいな。お前をむさぶってやんぜ、みたいな。むさぼる、魂をむさぼる、なんとかになるから。痛いな。オッケーオッケーオッケー。ほんで、王冠はもういらん。いや、いるかな、王冠。王冠欲しいかもしれんかった。けど、まあ、ここら辺まで来ればね、なんとかなる。はい、ロースクで行こうかな。はいよ。で、この、さっきの言った十字架が強い、このブーメランのことね、十字架って。この十字架が強い理としては、ほら見て、ノックバックめっちゃ飛んのよ。これがね、でかいとこなのよね。雷あげとこ。雷マジ重要。おいは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 い。邪魔邪魔邪魔。このノックバックがあることによって、あいつら近くて来んねんね、ほんとに。ほら、押すわよ、押すわよ。この十字架はね、あの、1マップ目と2マップ目は必須なんで、皆さん取るようにしてください。はい、十字架迷うな。雷だね。オッケー。で、後半はね、あの、ラッシュ来るから、ちょっと全体攻撃ある。マップにね、全体攻撃あるやつを選んで、なんとか行きたい。見てこれ。これがゴリ押しをボスなんて、あんな感じでゴリ押し。ちょっと待って待って待って、来んなお前。危ない危ない危ない。これ、幽霊のゴリ押しタイム、これ。このね、マングースをめちゃくちゃ押し来んのよ、この。ちょ、落ちすぎだって落ちすぎだってねえね、これ、ね、ま、大丈夫大丈夫。このね、ブーメランがある方に進んでいけばなんとかなっから。はい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 。ブーメランが飛んでいた方に飛べば、あの、ノックバック入っから。入っから。ちょっと待って、入っから。入っから。ナイフやっとこうか。はいはいはい。これね、死にそうじゃん。地味に生きてっから。地味にこういうゲームね、生きれっから。このゲームね、あの、死にそうでも生きれっから。はい。冷静に行こう。あの、少ないとこに目がけて歩いていけばなんとかなる。オーケーオーケー、こんな感じね。で、ちょっとずつ減らしていこう。ちょっとずつ水。で、斧は上に行くから、上に向かっていくときはね、強いから。斧持ってるときは。はい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 、ゴリ押す、ゴリ押す、ゴリ押す。あー、奥から見てる、奥から。ナイフ増やしていこうかな。はい。いつもナイフ取らないんだけどね、今回ナイフをちょっと取っていきました。新しい試みです。これマングース多すぎだろ、マジ。おいおいおい。さあ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 、こんな感じかな。で、比較的ね、安全圏に来たんじゃないかな。ちょっと火力足りんかな、これ。入るか、火力。はい、斧。ほうれん草上げていくか。おお、来た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 。このよくわからない、たまに来る、この連鎖。おっと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 、十字架の力、あ、だいぶゴルバット来た。これゴルバットタイムまずいからね。ほんとゴルバットタイム。ちょっと待って、これ結構まずいんじゃん。ちょ、前よりきつい。絶対今回さ、スキル適当に振りすぎだろ。あ、ちょ、舐めすぎた。スキルの大切さを知ったわ、今。やめて、こんどいて、マングス。よっ、時間よるな。で、経験値を獲得しに行け。レベル上げていこう。オッケーオッケー、レベル上げていこう。雷も効いてる。オッケー、雷もレベル上がって、雷でゴリ押していこう。はい、ぐるぐる回して。はい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 、オッケー。ここまで来れば安牌。オッケー。押して、ゴリ押そう。はい、ニンニクの力でノックバックというか、おー、宝箱、俺の宝箱。開けろ、道を開けろ、お前。お前ら道を開けるんじゃない。オーケー、開け。あ、よし。違うんかい。ろうそく、ナイフ増やしに行くか。はい、行きましょう。はい、飛ばします。なにこれ。お、聖なる杖来ました。はい、聖なる杖。これでね、単体火力は出るから、まあ、バラバラバラってね、まっすぐね、おじいちゃんのね、ラッキーストライクみたいなね、流れ星が出るから、これで攻撃していこう。んで、赤いルーンが見えたらね、なるべく取りに行った方がいいから、赤いルーン欲しいです。はい、赤いルーン取れました。はいはいはい、これです、これです。マングースのボスがいんのか。気づかなかったな。はいはいはい、オッケー、押していこう。で、チューリップマジ邪魔。あいつマジ邪魔。で、マングースのボス、叩くな、お前。マングースのボス、叩ない?ちょ、チューリップ、強えって、お前、チューリップ。チューリップ、いい加減にしろ、お前。一回距離取ろう。チューリップのせいでさ、ダメージ吸われてんだ。チューリップ、邪魔。おー、倒しろ、ボス。あ、よー。なんかクールダウン、短縮ね。オッケー。ナイス。だ、そろそろね、何かをレベルマックス、今、杖がちょっとだけレベルマックスになってるから、他のものも言えないや、マックスにしたいんだけども、王冠、この時点で王冠を取っていくか、どうしようかな。発射物の速度を上げて、フレイサーもいいんだけども、王冠を取っていくと思いきや、フレイサーね。最終的に最後の方ね、レベルはもう上がっても、なんか肉とかしかもらえねえから。
うん、もうもらえるときに能力もらっとこう。さあ、経験値も取りつつ。もうちょっとビリビリ欲しいな。うわ、来た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 、カマキリお化け。カマキリの大群。うん、爬虫類が嫌いな人だったらもう、たまったもんじゃないこれ。はい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 。まあ、でも、ケース、ゴリ押しゴリ押しもこんな。はいはいはい。一瞬一瞬。ナイフも上げていこうかな。雷も上げていこうかな。わー、うん、弱いな、なんかもうこいつか。こんな感じでね、終わると思います。明るいももらいつつ、行きましょうか。オッケー、十字架、十字架曲げていこう。十字架上げると何になるんだっけ。十字架地味に上げたことないな、マックスまで。上げたことあるっけ、もうよくわかんねえよ、このゲーム。オッケー。で、このゲームもね、最終的に、最後の方になるとさ、何が起こってんのかわかんないんだよね、もう。もうごちゃ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 してるだけ。本当に舐めてやるよ。あ、来た来た来た。もうコウモリ、見てこのノックバックの強さ、見た十字架のもう押しまくるからね。最後の方まで行くと、でかくなるのよ。で、このロウソク。ロウソクっていうのはね、このダメージ分かる。この飛んでいく、飛んでいく、ブブブ飛んでいくやつがね、でかくなっていくのよ、範囲が。だからロウソクもね、結構必須の、必須事項。はいはいはい、押していくよね。ミイラ男も一瞬の瞬殺。で、カマキリお化けちゃんもいつの間にか消えてますね。で、なぜかわかんないけど、17分から、めちゃくちゃ弱い、ミイラ男が来ます。はい。このミイラ男、なぜか知らんけど、なんか、弱すぎんか。なんでこの後半出そうと思ったこのミイラ男。で、このね、周りに、この敵が全然見えないときはもう火力足りてるから、だから君もうゴールいけるよって感じでね、もう祝福してくれてます、このゲームが。おっしゃい。オッケー、十字架上げてみっか。結構上げてみっか。オッケー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 。さあ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 、もう敵なしだな、これ。で、これで多分ある程度いけるから、フレイサー、クールダウン、クールダウンっていうのはよくわかんねえけど、クールダウン上げようか。で、18分になったらなんか来るんかね、ラッシュかなんかが。18分来ました、なんか来るかな。特に変わらんな。特に変わらんわ。まあ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 、こんな感じで普通にクリアできそうだね、今回も。おお、来た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 、ボス、ボスいたぶろ。オッケーオッケーオッケー、見てこのロックバックの力。ボスボスボスどこいた？あれボスよ。あれボスよ。ほらもうこんな感じで近づけもしない。はい、エピック引きました。普通のレア以外のやつ引いたらさ、ちょっと見たいよね。でスーパーレアか。でんでんでん。でそれ何その3つのダガーみたいな。これがナイフの最終形態か。サウジンエッジ。ナイフの進化系、タイムラグなしで攻撃発射できる。オッケー、ちょっと見てみようかな。おー、あー、初めて見た。ナイフの進化系。これは強いのか？強いか？あ、じゃあこれ、ここばらまけばいいのか？こうやって。なるほど、なるほど、なるほど。こうすれば強いんだ。はい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 。もう画面上意味やからな。雷をね、マックスに上げた方が本当強いんだろうけどね。あ、でも強いか？強いかもね、ナイフ。ナイフ初めてここまでやったけど。なんか、瞬間火力ありすぎるやろ、これ。魔法の杖を持ってんだぜ。で、これに、速度も上げていく。で、一応、あ、取っちゃった。残しとこうかなと思ったけど、取っちゃった。あの、スポンジボブはね、残しといた方がいい。あの、激辛スポンジボブね、このアイテム、このアイテム。このアイテムはね、もう死ぬその時に使うと、もう最強。ね、何もしなくても、今、いけるね。一曲目ちょっとどうしようかな。僕のね、今ね、もう20分来るんですけどね、自己紹介始めようかなと思います。はい。僕ね、バンプって言ってね、よくね、タルコフばっかやってるんですけど、タルコフの実況ばかりしてる実況者でございます。はい。でね、今回バンパイスバイバーね、ちょっとハマったんで、これね、動画撮っていこうかなと今頃思っております。はいよー。よし、そろそろね、ちょっと動いていこうかな。よし。もうちょっとレベル上げたいな。ああ、簡単だのう。もういけるいける。さあ、エメラルドを拾っていき。あ、いいね。あっちまで引っ越すか。赤ルームを取って、レベルアップ。さあ、どうしよう。クールダウン8秒。クールダウン8秒か。クールダウン8秒食？何のクールダウンかよく分かってねえけどな。なんか雷とかかな。あ、来た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 、コウモリ。もうコウモリの通勤ダッシュも痛くも痒くもないよね、あれも。わははは、もう。寄ってくるコウモリも痛くも痒くもない。
ここまで来たら余裕でござんす。ちょっとまずい。これちょっとまずい。そんなことはなかった。ちょっとまずない。ちょっとまずない。ちょっとまずない。押しすぎじゃない。ちょっと、来てる方、来てる方に、来てる方に。そっか、今回ね、一直線に出るやつが強いから、来てる方にこれを、ナイフを飛ばせばなんとかなるか。ちょっとまずい予感もするようでせん。するようでせんわ。あよ。お、副車。違った。え、雷鳴の塊みたいなやつ。オッケー。これ最強。雷の最終形態の指輪なんですけど、これ取るとマジ最強なんだよ。全体にさ、ビリビリビリみたいな。ビリビリビリ。あ、ビリビリビリ。最強すぎるもん。もうこれで、この試合もね、終わったかと思います。はいよー。ちょっとね、ここで王冠を取っていく。はいはい、おう、あおう、おい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 、デスフライヤーみたいなね、デスカマチョップみたいな感じで、カマになって、全体的に、飛んでいくのよ。まじ、それも強いから、まじ、雷とのあれのコラボはね、必須だね。なんこのチューリップ、まじ。え、チューリップって何これ？遅すぎるやろ？もうちょっと近寄ってこいよ。ないな、こいつは。え、チューリップしか出てこない。バグったこれ。このゲームバグりました？ちょっと。チューリップしか出てきませんけど。チューリップじゃ相手になりませんので。何もないのかね。チューリップは、相手にならないっすわ。斧も10連まで痛いね。はいはい、斧も行こう、斧も行こう。斧も、あ、斧上げれんらしいやん、もうこれ。王冠も上げていこうか。チューリップは、おい、もう他の敵が欲しいな。ちょっと手応えがねえよ、こんな。ご飯も美味しそう。マジで弱いわ。見て右上のドクロのマーク。倒してる方14000いくぜ、もうちょっと。チューリップ痛ぶるかも、ちょっと。チューリップ。おい。球根に帰れ、球根に。はい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 。オッケー、14000いきました。あ、来た、ミイラム来た、ミイラム。ミイラム来た。情けのミイラ来たけど、これはもうクリアできるな。情けミイラ。おい。はい。もう一個しかレベルアップできない。このさ、レベルアップがね、できるとかわかんないんだよね。何レベルまでレベルアップできるのかとか。おい。チューリップ硬いな。体力しかね。攻撃力ねえのに体力だけしかない。はいはい、押していこう。で、あと8分でクリアかな。7分か。だいたい7分でクリアなんで。ある程度後半まで来れば、もう最強アイテムを残して、周りうるちょろしとけば、なんとかなります。あー、タカボコ欲しい。オーケー、えいえい、スーパーレア引いていく。ちょっと待って。あ、カモ。え、カモもらえたやん。やった。これさ、デス。多分、テススパイラルって書いてある。テスなんこれ、デスじゃない絶対。と思ったけど、ほら、これね、これがカマの最終形態よ。ほら、ブラーンって赤いやつ。これね、ほんとカマ、斧か。斧の最終形態、これマジ強いからおすすめ。斧と雷が揃ったらもうね、1マップ、2マップもクリアできる。3マップはクリアできるんだし。はいよー。さあ、もうクリア。確定かな。もう確定だと思います。はい、だいたいもう、あとはもうクリア。お金かなんとか選べるんで、お金を選びましょうね、みんな。鳥の、お腹すぎたら鶏肉をね、選んでもいいらしいんだけどね。はい、こんにちは。はい、お金ですよね。なんかある程度ね、レベルが上がるともうお金しかね、もらえないんだよね、コラボ。よし、ちょ、散歩すっか。はい。あ、なんかあそこに、バフーンあるやん。バフーンどこや、バフーン。オーケー。あ、もう一個いた、バフン。はい、バフン、やろうや。よし。おい、スポンジボブどこ行った？俺、スポンジボブさっき残したのさ、ずっとアイテム。どこら辺にアイテム落としたかな？ほんと忘れるんだよ。あったあった。右上の方にあるわ。スポンジボブ最強だから、スポンジボブの周りうるちょしとこうか。いや、強すぎ。雷が強すぎてさ。あー、取っちゃった。あー、スポンジボブ。はい、スポンジボブこういう能力ですね。火吐くんですわ。スマッシュブラザーズのさ、大乱闘のカレーと同じ。いやー、もういけるな、これ。よし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 。さ
最高だぜ。で、今回何々、これはマックスまでいってんだよ。雷と、鎌と、斧と、雷と、ナイフと、あとはあれか、杖か。魔法の杖と、十字架もいってんのかな、これ。十字架はいってないね。ブーメランちゃんはやっていってないわ。で、ニンニクまでいってないわ。ある程度決められてるらしいね。何個いくとか。まあ、全部マックスまでいったらそりゃ最強だわな。だからいかないようになってんだろうね。ああ、レベルめっちゃ上がるやん。はい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 。で、25分でそろそろ来るんじゃない？鬼ラッシュが。来るかな？来るかな？そろそろ来るんじゃない？鬼ラッシュ。あ、来た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 。なんかブラックローズみたいなさ。やめてくれよ、マジ。こいつ、ちょ、ボツボツ、でっかいブラックローズ来たからちょっとやるか。で、見てこれ。このさ、ブーメランのことによってさ、ノックバックで近づけないのよ、あのボス。これがね、マジ、強すぎて。あ、もう終わったよ。で、宝箱なんかこっちに寄ってきたし。はい、お金。いや、俺ずっと25分ずっと喋り続けてんの？アホらしい。ちょっともう口疲れてきたもん。もう休憩したい、休憩したいよ、でも口が喋るんだけど、なんかね、どん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 なんかもう、喉から出てくる、もう声が。どうしようか。病気やわ。このブラックローズね、強そうで弱いんだよね。もうちょっと強くでもよかったんじゃないかなとは思ってるんだけど、強そうで弱い時はね。はい。大きな金かな。で、あとね、僕クリアしてないのがね、3面だけクリアできてないんだよ。初見で29分、36秒までいけたから、まあまあすぐクリアできるんじゃないかなと思ってます。僕ね、なんか地味に運が良くて、こういう系のやつクリア、なんか、すぐできるらしい。みんなできるもんなのかな。はい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 。おい、紫のブラックロータス。ブラックロータス。弱え。手応えがねえよ、もう。強くなりすぎたらこういうことか。俺、やっとワンパンマンのさ、埼玉の気持ちになったわ。埼玉もこういうことか。近くに寄ってこんもんな。もう全部が弱いからさ。遊んでんかと思うもん、敵が。見て、このニンニクのさ、効果何位にも来ないもん。範囲内にも入ってこない。もう弱すぎて。みんな強すぎるわ。なんでね、皆さん、クリアできない人、ぜひ雷必須。雷使ってみてください。はい。で、正直このナイフとさ、魔法の杖、ほぼ意味ないからね。このデススパイラルみたいな、斧の最終形態と、この十字架と、雷でなんとかなってます、今。で、27分、あと3分で終わるんですけど、はい、来ました、なんか押してくるやつ。幽霊の宅配便。あれもね、来る前に雷がね、殲滅すんのよ。見て、ほら、ああ、もう、来るとこわかんねえ。あ、いけ、右、ほら、右、見た、一瞬、右。はい、次どこか、左？早すぎて、左してみて、ほら、見て、雷がもう、すぐやっちゃうのよ。だからさ、配達便、ゴリ押す、後ろから押してくる人、すぐ終わんの。あ、右下、見てあれ。あれ、雷でもう消滅よ。もう、かわいそうや、もうほら。配達できてない。はい、持ってきましたー。で、もう消えるか。かわいそうに。あと2分25秒ぐらいで終わるのかな。はい、15秒か、あと。2分15秒で終わります。でね、そろそろね、28分から鬼門らしくて、一気にね、ボスが湧いてくるらしいんだけど、それもね、なんなくクリアできるんじゃないかなと思います。はい。本当にクリアできそう、もう。で、なんや、なんのその、もう。もういけそうやね、これ。わー、来た、鬼門らしい。これ、鬼門。鬼門らしいんだけど、このボスがめっちゃ来て。あ、でも殺しちゃう、もう。押し込んじゃう。あよー。だからもここからは、これしか出てこないと。金貨しか出てこないと。おー、金貨。よし。いや、もうちょっと強くなりすぎだな、これ。どういうこっちゃ。はい。まあ、よくわからないんで、まあね、もう終わりの挨拶していこうかなと思います。もうオタククリアできるんでね。はい。でね、今回ね、こんな感じで、まあ初めての投稿なんでね、こんな簡単にね、ちょっと撮ってるんですけど、まあ、これ好評だったらさ、ちょっとね、もうちょっとやってほしいとかね、こんな構成でやってほしいとか言われたらね、もう全然すんで、タルコクとかだったらね、検証系動画撮ってるんで、こんな構成でやってほしいとか言われたらね、ちょっとね、この、何、ヴァンパイアね、サバイバーちょっと勉強して、検証動画もね、撮っていけたらなと思います。それではね、これよかったらね、高評価とチャンネル登録の方、ぜひぜひよろしくお願いします。それではね、あと1分ほどですかね、この光景を見ましょう。コウモリをいたぶってる光景を見ましょう。はい。
最後の1分です。これはクリアできるんでしょうか。あ、なんかちょっと、アシュみたいな木だな。アシュみたいな木だけど大丈夫これ。クリアできる？うん、クリアできそうやね。結構余裕やわ。なんかさ、これ負けそうな予感があるけど、全然円から入ってきてないわ。入ってきたやつは、なんかこの、十字架で押し返してるよ、みたいな感じだね。あと30秒ぐらいなんで、はい。タルコフもね、この動画がね、初めて僕の動画見るよとかではね、タルコフっていうね、ゲームやってるんで、ぜひ見てみてください。タルコフはね、めっちゃハードコアのゲームで、ね、なんて言えばいいんだろうね。まあ、本当に、サバゲー好きな人だったり、銃が好きな人だったら絶対面白いと思うから、知らないっていう人はね、ぜひ一回だけちょっと見てみてほしいなと思ってます。はい。ガチでハマるんで。で、PC ゲームだから、ちょっとモバイルとかの人はね、できないんだけど、まあ、PC 持ってる人はね、ガチでおすすめします。はい。どうぞ。はい、終わりましたね。これクリアになりました。あんでね、あのクソみたいな。うん、こいつは絶対倒せないんだよ、僕は。まだね、倒し方よくわかんないんで、ぜひぜひ教えてくれるとありがたいです。それではね、こんな感じで今日終わっていきまーす。絶滅危惧種のバンクーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。